皆さんこんにちは。じゃ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 ーん。エンドこのセルトレイさっきの,の128のセルトレイにいつかな多分4月の頭ごろまいてまあ息子とね。で今これぐらいになりました。でこれぐらいなんですけれども実はねちゃんと根っこが。 結構このうおっとあれこれぐらいの根っこがちゃんと入っておりますそいつをこいつを、まあ、ちょっと片手なんですけどこいつを2つほどニョキッとうわっとお,っとお根はねちゃんと上はこんなもんですけど根っこは結構ありますそれをこの3 0ンチ間隔と言ってたんでまあちょっと ボッ植えてじゃあ片手でやるのはちょっと辛いなうん、まあ、こんな感じで植えていますディディディンでまあハウスの中なので、まあ、まあどうなんだろうこれから暖かくなれば外にもまだこれだけの苗があるので外にも植えたいんですけれどもうん なんかねいまいち天気がようわからないのでまあ寒いですね寒いのでとりあえずハウスの中に植えようかなーと思った思ってますうっくいしょ片手じゃさすがに片手じゃ無理なんだいでここハウスのねうーん まあこ,このハウスの端っこ部分なんですけどねだいたいここここら辺に位置するところですこのハウスのでさっき植えたさっきまいてた小松菜はあ巻まいてたじゃなくてやってた小松菜はここにちゃんと植わりましたで水もあげてあ沈着というか圧着というかいい感じに緑が。 綺麗に映ってますで,で、ハウスの端っこの方から去年巻いた、巻いたというか、去年植えといた大葉が、大葉のあのー、種が芽出たやつが出てたので、ポットに移し、で、あそこのあの、ンドのところに出てたんですよね。で、だから、もったいないんで、取ってみました。で、これはレタスです。 ベビーレタスミックスだったったけなミックスレタスか何、まあ、かいろんな種類のレタスの種がボひゃって出てくるやつなんですけどもそれをちょっとまあとりあえずこれもポットにあげてみますかねでちょっと大きくなってから外に植えようかなさすがになんかレタスまあ本当はね遠藤は2 5 °以上になると 生育が著しく落ちちゃうので、あそこ、間空きすぎか。まあこんな感じで、今日は植える作業をやっております。あとね、ハウス閉めるのめんどくさいんで、トマトはまだいいかなトマトとかピーマンとかはあったかくなってから植えたらいいよね。トンネルとか、まあけどそこでトンネルすればいい。 じゃあいいかけどもし寒かったらうんあとあと去年まいたまいたというか植えたしきなりいちごが旦那がここ起こしちゃったと思ったんですけどもなんとか出てきましたいやーよかったというか何なかやこれ2株ぐらいあるんじゃないあ三株あるのか これも、これもちょっと別れさせたらいいかもしれない。一株あ、これも二株あるじゃん。これも二株あるじゃん。なんやかんやね。じゃあ増殖できるね。うん。何の草かわからないけど、たくさん生えてるな。あーこれあれか。酸っぱい草だ。うん、酸っぱい草。 スパイクサすごいんですよね根がね。ここスパイクサばっかりあの酸性土壌だったんで酸っぱい草ばっかり生えてたんですよね。スパイクサだらけです。抜くと酸っぱいです。すごいな。根っこがすごいんだよなこの草。まあまあ。まあ、とりあえず。うんうんうん。じゃあ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 。 まあ、とりあえずこんな感じでやっております今日の作業的にはうんいつもこの時間帯だるいって感じで寝てたりするんですけど今日は太陽の光があるおかげかなんだか調子がいいですそういえばあのコロナの記事見たんですけどコロナなんか太陽の光で 半減される太陽の光と湿度だったっけで半減されるみたいな生地が何かで載ってたかなあまあだから、まあ、手っ取り早く日光浴すればいいんじゃないのと思,思ってますまあにっこ1分ぐらい日光浴しただけで半減するみたいですようんまあそんな感じでこんな感じで終わろうかな遠藤さんを映して まあそんな感じで今日はこれぐらいにしたいと思います。それではまた、バイバイ、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。